どん、脳筋です。どうも。大変だったか。大変。あ、ほんとコロナとかあってさ、いろいろ大変だったよな。俺もめっちゃ大変だった。大変だったけど、でも、この大変な時だからこそ、俺人間って成長すると思ってるから、ここを踏ん張って、やってきてよかったなというふうに思ってます。とりあえず楽しかったな。楽しかった。みんな楽しかったか。2023年、自分のやりたいことできたか。俺はできた。本当に、まあ、できなかった人もできた人も、まあ、また次の年が始まるわけで、やっぱりそこで立ち止まってるともう次に進めないからさ。だからもうね、今が一番若い時だからやるしかねえよ。マジで楽しまないと損だぜ。怪我とかさ、病気とかさ、もちろんこう一時期バーンと落ち込むかもしんないけど、でもだからといって人生終わるわけじゃないし、来るときは来るけどさ、この生きてる時間、今という時間をどんだけ大切に生きるかがすごい大事だと思うから、それを俺は体現していくよ、マジで。だから落ち込んでる人も元気な人も一緒に頑張ろうぜ。マジで頑張ろうぜ。人生一回やからさ。俺も来期ね、世界に来期ねという名前を轟かせてやるわ。もうどこを、地球どこ歩いても、わぁ、好き大地、味噌大地、おぉっていう感じまで行こうと思ってるから、頑張ろうぜ。俺も今年30歳だよ。20代ガンガンやってきた。30歳だよ。まだまだこっからや。後悔ないように。やってくよ。一緒に頑張ろうぜ。で、まあ、この一年本当にね、また、まあ、全力で突っ走ってきて、まあ、本当、まあ、来期ねっていう名前でやってきたんだけども、まあ、めちゃめちゃこう広がってきたなというふうに感じてます。まあ、鈴木大地の目標としてはやっぱ世界一の脳の専門コーチになるっていう夢があって、で、まあ、その目標の、まあ、足掛けじゃないけど、こうその目標に向かって今いろいろやってるわけなんだけど、まずは2023年この1年間本当来期ね、鈴木大地でかかってくださった皆さん、本当にありがとうございました。いやー、もう一人じゃ本当、まあ、できないわけ で、こうやって、まあ、日本全国そして海外の方にも、まあ、今回、トルコだったりとかイタリアだったりとか、今年は本当いろんなところ行かせてもらって、やっぱりそれは一人だけの力じゃいけなかったことだし、まあ、いろんな人をつないでくれて、人が人をつないでくれて、まあ、今年、今があると思ってます。でも、自分自身もこう後悔なく、まっすぐ突き進んでやれたかなっていうふうに思ってます。まあ、本当、個人的にはやっぱりね、トルコに行ったっていうのはすごいでかくて、やっぱこうヨーロッパの方で、まあ、ライブキネティックだけじゃなくて、いろんなトレーニングのメソッドをこう実際自分の目で見ることでやっぱりこう感じることもあるだろうし、あるし、でやっぱり今、まあ、おそらくだけど日本でいないんじゃないかなっていうふうに思ってます。もう本当自分が行ったのも、まあ、今回そのトルコに行ったのもやっぱりこう自分が会いたい方がいて、まあ、ライブキネティックトルコ支部の会いたい方がいて、でその方に会うために行ったんだけど、結局こう連絡先が連絡しても帰ってこず、まあ、住所だけ書いてるのは、ホームページ書いてるのは住所だけで、その住所を頼りに行ったんだけど、でもやっぱりそのぐらいこう、まあ、まだまだ未開拓な、業界であるなっていうふうに思ってるので、この業界を、俺がもっと盛り上げて、全国にこの脳のトレーニングの重要性というか、脳のトレーニングが全国どの現場でも入っているような、環境下を作りたいと思ってます。でも2023年で自分が、まあ、得たことというか成し遂げたことっていうのは、やっぱりこう海外に進出できたってことが一番でかいかな、この2023年は。まあ、もう今年で俺30歳になったんだけど、20代最後っていうことで、やっぱりこう海外に挑戦したいっていう思いが本当に強くて、まあその現役の選手の時代からね。だからそんな中でもこうやってね、この20代最後の年に実際に海外に行って、で全く何もこう繋がりがない中で自分で突っ込んで新しく開拓できたっていうのは、まあ、本当に自分の中でも自信になったし、30代に向けてのいいこう
橋ができたかなって、橋渡しじゃないけど、橋ができたかなっていうふうに、思ってます。まあ、よくこうね、こう、鈴木大地、大地丸くなったなーっていうふうに言われるんだけど、フェーズが変わったなーっていうふうには、まあ思ってて、20代の頃はもう何も考えずにガンガンガン突っ走る。何も考えずに、もう、ふと思い立ったらすぐ行動みたいな。あとさ、考えずにね。もうガン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 前に突き進んでって。で、何かこう依頼が来たらどこ、日本中どこでも行って、っていう、もう、がむしゃらに自分の体力関係なしに、もう寝る時間も全て惜しんで全部費やしてやってきたっていうぐらい、20代は来年にやってきました。で、まあ30代からやっぱり、もちろんこの、まあがむしゃらに、思い立ったらすぐ行動っていう気持ちは、忘れずにガンガンガン突き進んでいきたいと思ってるんだけど、やっぱりこう体一個やからね。だから、まあこう、20代ってたくさんの人と出会って、その方たちと全員と会うっていうのはやっぱりなかなか難しいことであって、自分の目標に向かって、まあどういうふうにこう突き進んだらいいのかっていうことをまあ考えながら、もちろんがむしゃらにやるよ。まあ効率的にって前も言ったけど、効率的にできないのは俺だから。でも、こうより目標に行くためには、どう行ったらいいのかなっていうのを考えながら、やっていこうと思ってます。去年は、膝のことで落ち込んで、落としても膝のことで落ち込んでとか、一回こうバーンって膝治ってきたんでまたガーンって落ちて、何しようってなって2023年ガーンって上がってきたので、まあいい意味でも膝の怪我をこう受け入れ始めたのかなっていうふうに自分の中でね。まあこういう怪我だったりとか、まあ確実にこんな経験俺しかしてないと思うので、まあこの経験があるから今こういった来年で活動してるし、もっとこう世界に挑戦しようっていう意欲がどん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 出てきてるので、湧き出てきてるので、やっぱりこれは、俺の人生の中では必要不可欠だったんじゃないかなっていうふうに思ってます。来年はやるぜ、俺。やるぜ。で、ここ2、3年でね、世界ガンガン回ろうと思ってるので、もう、この映像を見てワクワクできる人たちがたくさん出るぐらい、ガンガン、突き進んでいきたいと、思ってるかな。2023年は、まあ、トルコだったりとか、イタリアだったりとか、本当自分自身が成長する、今までにやったことないようなことをガンガンできたっていうことと、あ、2023年、マジでありがとう。本当にありがとう。俺と関わってくれたみんな、マジでありがとう。また、来年、あと1日か。今、12月31日、夜に撮ってるんだけど、1日以降に撮りたいと思ってるので、ぜひ、見てください。そして、今後の鈴木大地を応援していただけると、嬉しいわ。鈴木大地が行うトレーニングに取り組んだら、みんな、どの方も人生が豊かになるぐらい、まあ、サッカーだったらスポーツパフォーマンス上がって、夢に近づけるとか、そういったサポートが本気でできるといいかな、っていうふうに思ってるかな。なんか、今まではさ、俺がっていう感じでやってきたけど、なんか今は、すごいこう、人の人生を、この来年を通してこう変えられるってことにすごい幸せを感じてて、喜びを感じてて。もちろんね、自分がっていう気持ちもあるよ。なかったらこういうことやってないし。けど、やっぱり、変わっていくんだな、年齢、重ねていくと。こっからもっとどう俺が変わっていくのかってすげえ楽しみだわ。まあそれも含めてね。まあみんなもこう年を取っていくわけで。年取っても、まあ少年の気持ちを忘れずに。頑張っていこう。ありがとう。そしてまた来年もよろしくお願いします。良いお年を。また。